納得しませんぞ。これは秘書の管轄です。これだけは譲れません。それはこちらとて同じことです。まあまあ二人とも落ち着いて。しかし1万以上の魔物が住む町ともなると、その意見の一致に時間がかかることもしばしば。ならばこの案は。待ってください。意義あり。参ったな、全然決まんねえぜ。やはりここはリムル様にご意見を。うん、皆の士気にも関わりますからな。シラ、準備はいいか。はい。では、ちょっとおしゃまなこちらのお洋服と、元気で可愛いこちらのお洋服、リムル様にはどちらがお似合いでしょう。なあ、それってそんなに大事なこと？はい！何もベニマル様がお出にならずとも。いいのさ、ま、行ってくる。なんだよ、総大将自ら見回りか？俺にはこれしか能がないんだ。その代わり誰にも負けませんよ。この町とリムル様の笑顔、必ず守ってみせます。あいつめ、殺し文句をナチュラルに。これだからイケメンは。では。すみません、今そこで女の子に渡されたんですが、これどうしたらいいでしょうか。おう、そいつは難儀だな。すげえいい笑顔ですね。ベニマル様、相談乗るぜ。今日の鍛錬はここまでだ。持ち場に戻れ。ソウエイ様、普段氷のように冷たくて、鬼のように厳しくて、羅刹のように容赦ないけど、私は知っている。ほら、今だってあんなに楽しげに小動物と戯れて。お前は今死んだ。バカめ。やだ、素敵。君も大概だね。俺がヴェルドラと最初に出会った封印の洞窟、オークロードとの戦いの後は水辺を好むリザードマンたちの住居兼貴重な回復薬の原料ヒポクテ草の栽培地となっていた。なんだその動きは。そんな様をリムル様にお見せする気か。申し訳ありません、ガビル様。大恩あるリムル様に認めていただくため、我々は立ち止まれぬのだ。ガビル様、もう一度挑戦させてください。あいつら意外と気真面目な連中なんだな。よかろう、基本からいくぞ。三、はい、ジューラの森の奥深く、あ、よいしょ。みんなが憧れるその姿、光、強く、すがしく、美しい、光り輝く、一番欲しい男の子なら恥を書いても、ほっこりを書くなよ。うわあ、ガビル様、ガビル様、ドラゴニュートの希望、ストップ愚か者。そこはリムル様、大同盟の希望をウォ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 に変えろと言ったではないか。まったく、貴様らはまだまだ愛が足らん。愛を持ってヒポクテ草を育てるのだ。すいません、すいません、すいません、あんなですが悪い人じゃないんです。ところで新区画の建設状況ってどうだっけ。先ほど資料をいただきました、こちらです。どうした、急に本物の秘書っぽい増資を。そんな、
この調子でお掃除もお料理も頑張っちゃいますね。まあ料理はまだ大丈夫かな。おっと、この資料間違ってるかも。我はランガ、戦以外ではあまり出番がないが、そんな時でもこの影の中で主のために己を磨いている。おお、これはこの力、主に見せて撫でてもらおう。主よ、見てください、何やらすごい技を。知ってる。なあ、この辺って俺以外にスライムいないの？イマジブンはあまり見かけませんな。イマジブンね。おい、お前ら、俺以外のスライムって見たことある？暑くなると見るかの。夏が近いって感じるべ。透き通った姿が涼しげで、ジュラの夏の風物詩ですね。さあさあ、冷やして食うとうまいっすよ。こっつるっと。へえ。あら、いいですわね。いやー、ちんみちんみ。リムル様、どこですか？リムル様、どこ行ったべさ。冗談でありますよ。シュナちゃん、これはどこに運ぶ？ありがとうございます。裁断するので机の方にお願いします。シュナちゃん、ちょっといいかな？はい、すぐ伺いますね。ゴブイチ、ごめんなさい。今日の夕食の仕込みお願いできる？よっ、はあ、みんなシュナを頼りにしてる。ずいぶん頼もしくなったな。役職をもらって張り切ってるんですよ。自慢の妹なんですが、なんだかんだ遠い存在になっていく気がします。はいはい、無敵の侍大将が何言ってんだ。いいか、集団での戦闘は相手との距離が。お兄様、お兄様はいらっしゃるの？もう、お兄様、何度言えばわかるんです。脱いだら脱ぎっぱなしにしないこと。それから部屋も散らかしっぱなしでしたよ。寝床の下のものはきちんと片付けておきました。あとほら、部屋についてて汚い。夕暮れまでには帰ってきてくださいね。お夕食準備してますから。遠い存在っていうか、母ちゃん的存在になっていく気が。ああ、母ちゃんにはかなわないな、侍大将。お兄様、男前な服が。黒もありますよ。もう夕暮れですね。あいつ働きすぎてないかな。はあ、あいつ真面目ですからね。俺ちょっと見に行ってから行くよ。行ってらっしゃい、お気をつけて。